父さん、お母さんへ。今日まで25年間育ててくれてありがとうございました。多くの皆様に祝福していただきながら、こうして結婚式を挙げることができたのも2人のおかげです。私はお父さんとお母さんの娘に生まれて幸せです。今日まで本当にありがとうございました。ですね、今日私結婚式の方に参列させていただいたんですけれども、入場される時にですね、本当にこう幸せをかみしめすぎているのかですね、何とも言えない顔をされていて、でそれを見てですね、私もちょっとだけ緊張がほぐれて、とてもありがとうございます。女性というものは愛してるとか頑張ってるとか今日も素敵だよとか言っていただくだけで心がとってもハッピーになりますので、多分疲れて帰ってくることもあると思います。その時には笑ってハグしてあげてください。今日は飲んで食べて飲んでということですので、皆さんでぜひですね、お二人のお祝いをできればと思います。それではご唱和ください。乾杯。私が新卒でお父さんと同じ営業職を選んだのは、家族に口も言わずずっと仕事を頑張ってた姿を見て、私も同じようになりたいなって思ったからです。恥ずかしくてずっと言ってなかったけど、年を追うごとにお父さんの偉大さを感じるようになりました。私も小学校5年生の時から引っ越してきて、こう一番最初に話しかけてくれたのが千鶴ちゃんで、はい、その時もすごく笑顔で話しやすくて、もう今までずっと仲良くしてこれたのも千鶴ちゃんの笑顔があったからだなと思っています。はい、黒木くんの口からご家族の話をよく聞く機会がありました。自分のお母さんはロックだと、お母さんすげえんだと、姉ちゃんにはかなわないんだと、すごく聞く機会があってですね、家族を大事にしてるんだなと。ある日僕が黒木君を遊びに誘うと、今日はじいちゃんと遊ぶからお前と遊べないと言われて、遊びでもじいちゃんに負けちゃったと思ったんですが、3人で一緒に食事をし、その際に知れた俊さんの穏やかな性格や丁寧な立ち振る舞いから、千鶴さんは素敵な人を見つけたのだなと嬉しく思ったのを覚えています。あれから早2年、あの2人がこうしてこの晴れの日に並んでいるのを見て大変幸せに思います。お母さん、私とお母さんは性格が似ているのか、喧嘩ばっかりしちゃいますね。お母さんには気を許しすぎてしまうんだと思います。長い反抗期があってごめんなさい。私を育ててくれた、ロックな常にかっこいいと思っております。で、今日こんなところに立たせていただいているのも全てお母さんのおかげだと思っているので、これからもですね、ご迷惑をおかけすると思いますけれども、見守っていただければと思っております。身近な2人ではございますが、支え合って、中川からも、言われている愉快な家庭というものを
築いていこうと思いますので、これからも今までと変わらず、ご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。本日はありがとうございます。